令和明けましておめでとうございます。朝6時に作るラーメン、どんな感じでしょうか。このラーメンね、実はね、これいただき物なんですけども、令和一発目にこのトロトロのチャーシュー入りで作るよというところからこの放送をお届けしております。それでは作るところからどうぞ。はい、では隠居飯ね。まずこの湯河原でもらったラーメンを、なんかインスタントラーメンみたいでしょ。でもすごくいいラーメンなんですよ。こういう風にまな板の周りに食材を並べて作っていこうかなと思います。まずは麺を取り出します。あ、もうスープも入ってるんですよね。これはいけそうですね。さあ、それではね、このタレ、これは餃子のタレだったかな、まあ使ってみようかと思います。はい、鍋を2つ沸かしまして、湯がき用とスープ用ですよね、2つ沸かします。で、鍋の方はですね、この丼に温めたお湯をこう投入してですね、もう量もちょうどいい感じにしようかと思っております。はい、これでジャザザーってやって、まあ、すぐ沸くと思いますけどもね。で、こういう風に鍋をもう一つの方は、これ湯がき用なんでカン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 温めます。温まったら湯をね、こういう風に麺を入れていってほぐしていくわけなんですけども、まあ、あまりほぐしすぎると柔らかくなっちゃいますんでね。で、こっちが、スープの方ですね。スープを混ぜて、油が出てきましたね。美味しそうですね。さあ、これが煮立ったところです。煮立ったらすぐに止めて、じゃないとね、もう煮出しちゃいますからね。はい、いい感じになったんで火を緩めていきます。で、もう一個の方の鍋を見てみると、湯がきがそろそろできてきたかなってところなんで、これを、まあ、鍋に上げていくわけなんですけど、もう一回、こちらのスープを確認しますよね。で、麺の方は、このようにほぐしていくわけですけども、さっとね、揚げていかないと、水を切ってさっとやっていかないといけないですね。で、丼に迅速に入れます。水分がきっちり切れてるところがポイントですよね。はい、それでこのチャーシュー、これがね、なかなかトロトロでいいんですよ。かなり食べてしまいましたけどね。チャーシューもきちんと、キャベツのみじん切りとチャーシューとを乗せて、で、ネギもね、私大好きなんでしっかりと入れていこうかと思います。その上で、このようにスープを注ぎ始めるわけなんですけども、チャーシューの油を溶かすようにかけていくのがポイントかなと思います。こんな感じですよね。はい、ね、わかめも入れて、美味しそうですね。早速ね、チャーシューが溶けてきましたね。はい、こういう風に盛り付けがほぼ完了したところでございます。それではこれからいただいていくときにこんな感じになります。じゃあ食べるところのね、動画もお届けしますんでどうぞ。今日の隠居飯は早朝ラーメンでございます。いただいたラーメンができました。あ、作ってるところはね、 YouTube をご覧の方はご覧てると思いますけども、ライブの方はですね、出来上がったところからになりますね。後ほど YouTube で流します。ではいただきます。日比野さん、ありがとうございます。このチャーシュー、あ、もうね、このチャーシューとろとろなんで早くいただきたいですね。ちょっといただきますね。うん、むちゃくちゃ柔らかい。うん、で、ラーメン、うん、至福の時でございます。年号が変わって令和一発目の食事がその手作りのね、湯河原のラーメンでございますね。うん、これ麺のね、コシが本当にすごい。うん、うん、うん、ちょっと鼻水出ちゃう。まあ、朝からね、ラーメンとか焼肉とか、あの、タイのお刺身とかやるんですよ。うん、うん、ネギがたっぷりだ。このね、チャーシューがトロトロ。うん、うわぁ、すごい脂。ラーメン食べると鼻水が出てきますね。今日は以上です。